ほんとだ、今野球してる。朝ごはん食べます。ヨーグルト。ヨーグルトと、やばいじゃん。今日は何スペシャル？おはようございます。今日は稽古、舞台の学校行って稽古してきます。今日寒い？昨日よりは寒くなるって言ってた。朝からとんかつ食べたい。うん、とんかつ美味しいよね。今日風強いんだ。やばい、そろそろじゃない？ちょっと朝デス見ながら配信だね。テキストの時のハプニングは、前の私がバトンをもらう男の子がこけて倒れてきちゃって、私にバトンを渡す時に、それで私がの足がその子の下敷きになって、足をこう引っこ抜いたら靴が脱げちゃって、靴下のまま走ったっていうお話です。今日は何特番？お披露目の様子とか。フランスのヨーグルト。何？すごい。朝ですつけて、私は靴下のまま走りたくなかったから、自分の靴を履こうと思ったんですよ、脱げたから。そしたら横にいた陸上部の先生なんだけど、立花そのまま走れみたいな。言われてそのまま走りました。さんでしたね。でもあのハプニングがなかったら、まだあのハプニングがあったからさ、順位がね、最下位になっちゃったんで。うん、本当に練習でよかったなって思います。
そろそろじゃない。たまにさ、8時近くにさ、放送される時あるじゃん。結構終わりらへんに。ね、食べて。ヨーグルトに蜂蜜かけたやつとキウイを乗せました。めっちゃ美味しい。ヨーグルトは本当に美味しい。うん、まだだね。それと味噌汁を飲みます。え、アレルギー？キウイのアレルギーとかあるの？すごっ。美味しいね、キウイ。なんかさ、好きなものがアレルギーやったら嫌じゃない？ね、みずほペイペイドームになったね、そういえば。サッカーになった。今さ、インスタとかさ、TikTok とかさ、あの、なんだっけ、七期生のキャッチフレーズの動画が上がってるじゃないですか。あれをね、最近なんかもう最後のあやねちゃんまで行ったのかな。いった、うん、今日見てるんですよ。ヨーグルトの種類おすすめある。無糖のやつがいいです。砂糖が入ってないやつに蜂蜜かけた方がもともと砂糖入ってるやつより美味しいです。床がお気に入り。なんだっけ、ちょっと愉快な言うか、これは床みたいなんだよね、確か。キャッチフレーズ覚えない、覚えたいの。
れますね、配信、配信しかないでしょ。ヨーグルト味噌汁合いますか？合います、全然合います。なんかさ、ヨーグルトだ食べる、なんかパン食べるからヨーグルト食べようとかさ、ご飯食べるから味噌汁飲もうとかないんだよね、あんまり。何でも組み合わせは何でもしちゃうんだけど、全然ヨーグルトとご飯食べるし、白ご飯変わってるよね。ん？うん。待って、私もう学校出る時間になるって。早く。あなたの目線に、あなたの心に、昨日はずっとそばにいるよ。そろそろ？いつもさ、何分間ぐらい会ってるっけ。10分くらい？やばい10分くらいあるならちょっとお家出る時間になるかも。え、録画してない？うん、え、ちょっと持ってきてくれ、リモコン。もう一個ですね。急げ急げ。あ、来た。これじゃない絶対。ほら。いや邪魔。あ、ななかちゃんじゃん。なんかめっちゃ6期生がこれ最初映るよね、よく。これで最後かな、朝ですの特集も。本番とほぼ同等の広さで練習。
めっちゃ汗かいてるやん。かわいい、めっちゃ。めちゃめちゃあった。めっちゃ見てる。ね、これ私映るかな。あららパーセントって言ってる。うんうん、のやつ。七期ポーズってね、これらしいよ。これじゃなくてね、これらしいよ。確かに七じゃない？こうやって。センバナとかめっちゃ方言だね。なんか全然反応しない。ちょっとさ、鏡どかして、その。ちょっとさ、
取ってくれん？撮ってくれ。録画。右右左左。押して。よし。それでは終わりたいと思います。13位。よし、ハンチャンズさんありがとうございます。チームチカクさんありがとうございます。チームパーロンさんありがとうございます。チームホタテさんありがとうございます。チームハマロさんありがとうございます。チームカトッペ君ありがとうございます。7位クロさんありがとうございます。6位タウンサカナさんありがとうございます。5位マイナコありがとうございます。4位ノリッペさんありがとうございます。3位ムジェジュニアさんありがとうございます。2位ヘタッピさんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございます。では。ありがとうございました。行ってきます。バイバイ。